仙北市立角野立てカバ細工伝承館は、秋田県仙北市に所在する観光施設である。18世紀から角野立てに伝わるカバ細工は、1976年に伝統的工芸品の指定を受けた。カンバ細工の振興を図ることを目的に、旧角野立て町により1978年9月に開設された。日本の伝統工芸会館の中では3番目に古い歴史を持つ。 館内では、館場細工の制作実演や工芸、文化、歴史に関する資料の展示が行われ、物産館や喫茶室が併設されている。わらぶき屋根を模した案内ホールの屋根は、武家屋敷通りから眺めても違和感を感じさせないが、玄関は、プレキャストコンクリートの丸柱で支えられた赤レンガ積みのアーチがあり、西洋館風の作りである。 喫茶室を併設した観光案内ホール内はアーチが多用されヨーロッパの民家を思わせる。設計は香川県文化会館や国立農学堂にも携わった大江博士。博物館としての機能を重視した箱型のモダニズム、建築、周囲の武家屋敷街に合わせた和風建築のいずれも取らなかった。伝統とモダニズムを同居させた建築のあり方を大江は 平尊混在というキーワードで説明している。角野立かば在庫伝承館と上記に館を組み合わせた二館及び三館の共通入館券も発行されている。本館は角野立駅から徒歩15分ほどである。ありがとうございます。